はい、次行きます。ちょっと待って、ちょっとセクシーも一つ入れちゃった。今日可愛いバージョン、セクシーバージョンあります。フェラーリのイタリーをモチーフにさ、じゃあ行きますか、ナナちゃんも。じゃあ今度はもうこういう感じで行きましょうか。お願いいたします。待って、それはこの番組のためだから。お願いします。もっともっともっとカッとケツ出して顔突き上げる。あ、すみません山田奈々で、ね、すみません、もう何でも言ってください。今日何台あるんだ。一応撮ったも撮ったも全部撮るよ。どうしようかな。いいよ、普通でいいよ。 NBA の時やったらいっぱい。わお。フォトジェニックなんですよ、うちのは。本当にもう進んで写真集がね、すごい売れました。進んで自らやるプッシーガールでございます。当番組切ってのプッシーガール、ありがとうございます。いっぱい売れました。僕も買いました。はい、ありがとうございます。パーカー全然誰も答えてくれないじゃないですか。一回解散します。乗ってみたいですか皆さん、スーパーカー。結構かかりましたね。2000万円ぐらいの車ですよね。車2000万ですね。いくらぐらいで。その10分の1ぐらいです。ああ、修理費は。でも期間もかかって。どれぐらい。期間は1ヶ月ぐらいですね。でも本当綺麗に戻ってきましたよ。申し訳なかったですね。あそこの局に何か言いたいことありませんか。そうですね、まさかこの膝元でこんなことになるとは思わなかったですけども、何でしょうかね。車をお互い大事にしましょうってことにしたいですよね。あの帽子に来年の例の番組がないんじゃないかみたいな、はいはい、みたいなね、ニュースになってます、ね、出てましたけど、はい、来年もまたやっちゃいたいみたいな気は。車ですか。車も含めて。あ、もし番組なんだとそれは出たいですけども、出させていただけるならば。でも車はですね、やっぱ何でしょう、想像以上に、その別に見てる人がうんぬんじゃないですけど、作ってる人に申し訳ねえなと思って。ディーラーさんがすごい優しかったんですよね。火消しに躍起になってくれたんです。すごいディーラーさんが言われたらしいんですよ、大丈夫かって。でも彼はそんな悪い子じゃないですって、すげえいろんな人に言ってくれるんです。彼は空回ってああなったんですっていう、すごいフォローしてくださったんで。でその作ってる技術者の方、 BM の方はちょっとまあだいぶ落ち着いたと言ってますけども、ディーラーさんに助けられました。テレビ局の方はどうだったんですか。あ、テレビはもうそれは話し合って、まあちょっとね、暴走しすぎたなと。でもどうなんですかね、それが悪いことなのかどうかっていうのはまた別な話だと思いますね。でも何が悪いかって、僕はこれを使って笑いが取れなかったっていうのが一番悪いと思うんですよ。壊す云々じゃなくて。だからまだまだいろんなことには挑戦していきたいなと思います。この番組も含めて、やっぱ挑戦する番組なんで。この番組の中でご自身もスーパーカー運転したり。あ、ランボルギーニを隊長の車で運転させていただきましたけども。事故ったりはしてないですか。今のところ大丈夫ですね。この前でもちょっと事故りそうになりましたけども、あの隊長がトロフェオっていうね、レースに出てるんですけど、平気で車壊すんですよ。バンバンクラッシュするんですよ。レースなんで。レースバンバンクラッシュするんですよ。だからそっちの方がやべえなと思います。それはもう真剣にやってるわけですよね。そうですね、レースですから、はい、っていうのはあるぐらいですかね。で見てください、何千万何億の車が本当にこう、何でしょうかね、スキー場走ったり海中道路を貸し切ってやってみたりとか。レースなんて他何台もあるわけですから。ランボルギーニだけのレースがあって、でもそれで1位を取りたいから、もうバンバンこう攻めるんですよね。そういう攻め系とかすごい面白いんで、ぜひ見ていただければなと思います。